最初はうまくできなかった。音楽を嫌いになる時期もあった。けれど、諦めることはしなかった。なんでだろう。覚えてるんだよね。悔しさも、痛みも、喜びも、愛おしさも、全部。届けたいって本気で思ったあの瞬間も、確かに残る足跡、そっと押してもらった背中の感触は、きっと忘れることはない。これからの10年、僕たちはこれまで以上に進化したい。駆け抜けた青春を、儚げに語る大人になんてなりたくない。だから今、バンドとして、みんなと共に育ててきた音楽ともう一度向き合いたい。今の気持ちを乗せて歌いたい。音と音、声と声とが混ざり合い広がっていく。僕たちの居場所の再確認とこれからの道しるべを作るんだ。ディッシュ結成10周年記念再生プロジェクト始まる。